有効求人倍率は職を求める人1人当たりに対し企業からどれだけの求人があるかを示す経済指標の一つです千葉労働局によりますと先月の県内の有効求人倍率は0.95倍で1倍を下回るのは5か月連続です主な業種別に見ると情報通信業が前の年の同じ月と比べ2割求人が増加しています 複数の企業業が県内でで事業を拡大したためです千葉労働局はどの産業も人手不足感は強いが原材料費の高騰や賃上げなどの影響で新規採用の動きが鈍くなっていると分析していて基調判断については持ち直しの動きに弱さが見られるに据え置いています。